そう、それはね、僕に聞かれても分かんないですね。宮本があの一番最初に作り始めたもので、僕はあの、彼が作った「リンク・トゥ・ザ・パスト」っていうそのタイトルを自分が遊んで、あ、ゼルダっていうゲームはすごいあのいろんなことができるゲームだなっていうふうに思って、それでゼルダを作ってみたいと思って、その後トギノオカリナに出会ってではないにのチームに加えてもらえることになって、でそこからゼルダを作ることになって12年ですから、その前になぜそのゼルダができたのかっていうのは知らないです、実は。どうでしょうね、あの今その足を突っ込んだことちょっと後悔してるそんなことはないですけど、あのまあ最初はね、あのやっぱり自分がそういうものを作ってみたいっていう気持ちだけで、あの時のオカリナのチームに入って、そこでねやっぱりあの頃はまあその 3D っていうものが初めて、あのまだそんなにそのゲームの中でね当たり前のようになってない時代で、他にその何かを参考にすることもできない状態から、あの時のオカリナっていう 3D のゲームを作ったんですけども、そこでね得たものっていうものはものすごくあの今につながってることが多くて、やっぱりそこでもう何かあの種が植え付けられちゃったんでしょうね、そのゼルダを作るっていうことで。それはもうその当時から宮本と一緒にそう考えあの相談しながら作ってるっていうことが、あの新しいものをどんどん生むことにつながってるので、それが楽しくて今もやってるっていうことだと思います。エッセンス、あの一番重要なことはあのユニークであること。あの他のゲームがですね、あのやらないことをやる、他のゲームじゃないな、他のエンターテインメントがあのやらないことをやるっていう、そういうものを目指したいと思ってますよね。だからエッセンスっていう意味だと、じゃあもっともっとそれがあのじゃあどういうものが元になるのかっていう話になってくるのかもしれないですけど、あのやっぱりね、あのなんだろう、そのゲームを作ろうとしてるわけじゃなくて、やっぱりその新しい遊びですね、あのそういうものをあのこのゲームというその、媒体を通じてそこに作ろうとしてるところがあって、でそれはあのゲームっていうとあのやっぱりそのデジタルなものの中にこう入ってくるわけですけど、僕はその中に世界を作りたいわけですね。あのその世界の中にあのプレイヤーが入っていって、どれだけその世界の中の、 あのことに驚いてくれるかっていう、そういうものを作ることがゼルダを作るってことなんだと思ってます。あのまあテクノロジーの進化で、まああの任天堂のハードウェアもどん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 進化していって、表現できることがどんどんあの高度になっていきますよね。高度というかあの細かくあのいろんなことが表現できるようになってくる。だから先ほど言ったようにゼルダは世界で遊ばせるゲームなんですけど、その世界に反映することがよりあのいろんなあの様々なことが緻密にその世界に反映することができるようになっていて、でそれによってその驚きを感じたりとか何かをこう感じ取ることがよりリアルになっていってる。だからそこに持ってきてあのタッチパネルであるとか、それから、モーションセンサー、それから、ポインティングデバイスみたいな、もっとよりゲームに近くなれるようなデバイスが あることで、もっともっとその世界に入っていくことができるようなあのものになってるっていうところが、あの、まあ、これはゼルダのフランチャイズに限ったことではないですけれども、今のそのテクノロジーが可能にしたゲームの進化だと思ってます。難しいですね。あのやっぱり宮本とあの話しながら次のゼルダをどうしようっていうふうに考えていくときに、あのやっぱりあのユーザーの皆さんがね、もっとこうしてほしかったとかっていう、そういう意見をやっぱり吸い上げながら、その中からまた新しい遊びを考えていくわけで、あのまあ宮本の目線がね、いつもユーザーの目線であるってことが、これが重要なことで、まああの過去にはその、ちゃぶ台ひっくり返しなんて話をしますけど、ユーザーが遊んでどう考えるかっていうのをこのゲームの中ではよりあの細かくあの、調整していくってことで、あの毎回毎回ゼルダではやってますね。それがやっぱり遊んでて快適であったり、あの自分が思ったようにできるっていうことにつながっていて、そういうことがあのフランチャイズを長くあの続かせてもらえてる理由になってるんじゃないかなというふうに思います。ゲームプレイです、もちろん。
あのお話ってのはあのユーザーの皆さんをあのその先その先にあの行きたくなる気持ちにさせる一つ の, あの、道具だと思ってるんですね。だからあのお話の流れの中で自分がこう謎を解いていく、そういうあの連続性の中でどん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 話が進んでいくことにこうあのどん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 夢中になっていってほしいなと思って、そういうものを考えますけど、あのやっぱりそのストーリーも遊びと全然違うものがそこに入ってたら違和感があって、そういうふうにあの、集中してそのゲームを遊ぶっていう気持ちにはさせてくれないものになってしまうと思うんです。なのでシナリオが先にあって、それでゲームを作るってことはまず一切なくて、遊びができてきて、この遊びをどういうふうに並べていったらユーザーにとってあの遊びやすいものになるかっていうのを組み立てる上で、その間をつないでいくものがストーリーなんだと思ってます。今回 の, あの、まあ、ファントマグラスもそうでしたけど、スピリットラックスもそうです。私プロデューサーという立場でやってますので、やっぱりあのディレクターに対してもっとここをこうした方がいいんじゃないかっていうのをアドバイスをしながら作っていくっていうのは、例えば時のオカリナ以降、宮本がプロデューサーで私がディレクターっていう関係とそのまま同じような形で続けてます。なので今回 の, あの DS のゼルダに関しては、ディレクターと私で、私と宮本ってまた違う関係があって、その上でその、私の見方が間違ってないか、また宮本がそこでチェックするというような、そういう流れがありますね。で、まあ、またあのもしかしたら私またディレクションに戻るみたいなことももしかしたらあるかもしれないし、その時は今度もっと宮本と直接こう話していくようなことも生まれてくると思いますし、毎回毎回あの違いますけど、やっぱりいつも宮本がゼルダに対してどういう思いを持って、あのどういうものを作るべきと思ってるかっていうことは確認したいなと思って作ってますね。僕はあの毎回毎回あの新しくできたゼルダが最高に面白いと思ってるので、今はあのスピリットトラックスが一番面白いゲームになったんじゃないかっていうふうに思ってますけど、あのさあのやっぱり時のオカリナはですね、あの初めてその 3D のゲームにチャレンジするっていう、自分の中のそのチャレンジをしていることがたくさん詰まっているので、そういう意味ですごく思い出が深くて、でしかもあのやっぱりそのプロデューサーみたいな立場とはまた違うところで、本当に現場であの一つ一つじっくり作ったみたいなあのこともあるので、今それをやれるかっていうとやっぱり難しいところもあります。ですからあの私ではなく、あの新しいそのディレクターたちがそれを超えるものを作ってほしいとやっぱり願ってはいますけれども、あの自分のその思いみたいなものもプラスされてるので、なかなか難しいのかなと思いながら、でもできる日をあの夢見て、あの新しいゼルダを作ってるっていうのは あると思います。そうですね、新しいその Wii のゼルダを今、モーションプラスのテクノロジーで作ってますけど、あのやっぱりよりあのゲームの中をのに起きる出来事がですね、もっと身近に感じてもらえるような、そういう遊びにどんどん近づけていきたいなと思っていて、それにはテクノロジーがどんどんそういうものを可能にしてくれてる時代があの来てますし、これから先もどんどんそういう変化を生み出していけると思ってます。ユーザーの皆さんから、例えば時のオカリナを今 の, あのプラットフォームで出して欲しいみたいなね、そういう話をあの聞いたりもすることがあるんですけど、やっぱりそのじゃあその遊びをどう今 の, あの時代にあのを反映した新しいものにしてそのリメイクするのかみたいなところら辺がやっぱりすごく難しいです。あのそれは過去の遊びは、過去に遊んだ人たちのその思いっていうものがあって、例えばその時のオカリナがすごく良かったっていうふうに言ってくれる人たちは、あのその時代の思いみたいなものがそこに付加されているので、変にそれを変えてしまうと、そのタイトル自身が持っていたその良さみたいなものを壊してしまいかねないっていうところがあって、なので、それが今のテクノロジーでまた全然違うものを可能にするっていうことが見えた時に初めてやろうっていうことになるんですが、今はまだあの新しいタイトルでそういうものを実現するっていう方向での考えを優先して作ってますので、またそういうあの何かがこうインスピレーション湧いてくるような時があれば、そういうことは実現してみたいなとは思ってます。ウィンドゼルダの話ですか。そうですね、あのモーションプラスで
リンクがあのプレイヤーがこう剣を振るモーションをこうやって再生すると中 の, あのリンクも本当にその通り振るっていうところまで自然にあの今出来上がりつつあります。であのそれ以外にもですね、過去のゼルダにないその全体 の, そのゲームの流れっていうものをあの今新しくクリエイトしようとしているところもあって、これはちょっとあの今までのゼルダが例えば、ダンジョンからあのダンジョンを攻略してそれを外に出てまた違うことをしてまたダンジョンへっていうその連鎖みたいなものでずっとあの構成してきたものとちょっと違うようなあそういう構成を今考えていますので、その辺をあの来年の E3 でまた皆さんにあのお見せしようと今準備を進めているところなので期待してほしいと思います。